はい、引き続き色入れです。これはどっちから取った方がいいんだろう。そっちから取った方がいいの。どうでしょう。いずれにせよ見えるとこから取ったらなんだろう。よいしょ。簡単そうにシュ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 ってやってるけどさ無理。独特の匂いがしますね、このペンは。あ、ハイコピックといって、キコピックといって、うん、あのアルコール揮発性のある感じのペンですね。蓋閉めとかなくちゃいけないんだよね。そうですね、蓋閉めるともうちょっとあちらって感じですね。閉め忘れると。いやすごいね、やっぱ色入ると違うね。そうですね、一気に印象が固まりますね。スキャニングしても色出るんだよな、これな。なかなか難しいね。難しいですね。スキャナーが悪いのかな。下書きから、下書き3分、ペン入れ3分、色入れて3分弱、まあ、足掛け10分ぐらいですね、これね、1人。そうですね。1時間で6人できるわけですね。わあ、倒れますね。倒れますね。すげえなあ、お前。まさか仕事でこういうのを使うと思わなかったですね。ね、はい。こんな感じですかね。完成ですか。はい。じゃあこれ説明してください。はい、若おかみの似顔絵を描かせていただきました。はい。はい、どうぞ。はい。説明。はい。このような感じで10分ほどで描かせていただいてます。なんだ。すごいですね。はい、じゃあ描いてほしい方はヤシ屋さんに来ればいいですか。そうですね、時間があったらいつでも描けるような準備はしておこうと思っております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。